もし今年の大晦日に YouTuber で有名な朝倉未来選手と試合することになったら、どういう戦術で勝利しますか？100人空手にしますね。1人当たり30秒とか1分かかるんですよ。で、1分かかると100人相手だと100分じゃないですか。もう体力持たないんですよ。もしそういうのが発生するとしたらテレビ番組だと思うので、100人組みて朝倉未来っていう方が視聴率増えるじゃないですか。で、プロデューサーを仕込んで、プロデューサーにこの企画でいきましょうっていうと、多分未来さん断れないんですよ。もうブッキングの契約の時点で、大晦日試合に出ますっていう契約書になってて、どういう試合かまでの詳細は書いてないので、で、逃げたって言われるのも嫌なので、多分100人組手を受けざるを得ないと。なので99人と戦ってボロボロな状態で僕最後やります。